今年ですね、スバル一層になりまして、スバル車を今乗っている状況です。単純に速い車が好きで昔もセダン乗ってて、でやっぱセダンがずっと好き でその中でも WRX ずっと欲しかったんで、まあ、今回 WRX 選ばせてもらったっていう感じですね。そこの歩道からスバルブースがあるなと思って XV に乗ってます。丸5年経ったところです。その前も XV に乗ってました。ワインディングを走るのはすごい楽しいです。やっぱりアイサイトと運転していて楽しいところ、イメージ通りに運転できるところが楽しいところだなって思ってます。最近は表現のしようがないカラーリングが多くて、とってもかっこよくなってきてると思います。スバル車まだまだ進化するので、みんなで一緒にドライブ楽しみましょう。キャンプが好きで毎年このアウトドアデーに来てたんですけど、子供も大きくなったんで今年2人で来て、フォレスターですね、去年の11月に購入して、スバルは初めてですね。それで SUV に憧れて、でアイサイトを知って、あ、これいいなと思って、はい、購入の決め手になりました。で先週ちょっと旅行行ってきたんですけど、クルージングですか、レーンキープ、あれ使わせてもらって、今までと違って楽に運転ができて、明るく車内が明るくなって、で結構大きく開くので、雪道もそうですね、四駆っていうところで滑る時があったのでちょっと怖いなっていうのと、子供も結構怖がってたので、雪は降ってたんですけど全然問題なく怖くなくこう乗れたので、スバル最高。もともと家族でキャンプやってまして、毎年来てるので今年も来ました。エクシガーっていう7人乗りの車に今年で15年になるんですけど乗ってます。就職して2年目ぐらいに、はい、買って、それからずっとスバルの車乗ってます。相棒ですね。もう私ももうすぐ50になりますけど、人生の半分以上スバルの車乗ってますんで、たまたま通りかかったら試乗をやってるって聞いたので、ちょっと CM で見たことある止まるのをちょっと体験したくて来ました。止まるかなっていうの不安だったんですけど、ちゃんと止まってすごいって思いました。スバルスターズ2年目の山崎瑠奈と申します。同じく2年目の岡田真奈美と申します。今年のアウトドアデイジャパン東京も多くの方にご来場いただき、大変盛り上がっております。スバル車で行きたいアウトドアスポットはグランピングです。スバルのアイサイトや安全性能を存分に使って、グランピング施設に着いた後も疲れることなくグランピングを楽しみたいです。私は釣りに行ってみたいです。スバロードを使って走りを楽しみたいです。この後もアウトドアデイジャパンは各地で開催されますので、皆さんぜひ足を運んでみてくださいね。ちょっとアウトバックを本当に見に来たくて家族で遊びに来ました。スバルの XV に乗ってます。妻も運転しやすいサイズ感だっていうことと、アクティブにどこにでも行けそうな雰囲気があったので、今の車を選びました。結構な頻度で高速乗ってるんですけど、その時は常にアイサイトを使って、長距離ドライブも苦じゃなく、その分この子たちといっぱい遊んで帰りも心配なく乗れてます。後席のドアがバッと開いてくれて、後ろの席も乗り降りしやすいのが子供たちにとってもいいかなって思ってます。釣りやってたりキャンプやってたり、そんなことして遊んでる友達、会社の同僚には次の車スバルいいんじゃないみたいな話をして、フォレスターを買ってました。次はアウトバックに乗るぞ。おお、もちろんアウトバックで行きます。アウトバックでね、僕は助手席担当でいや、めちゃめちゃいいです。どのあたりがいいですか？どのあたりがいいですか？いや、もう走りがいいなと思って。あ、やっぱり乗り心地めっちゃいいのと、積載もね乗りますしね。けどでインプレッサとアウトバックでキャンプ行ったりはします。実家でも乗ってるので、まあ、ちょっと年がいった母親とかも車乗るんですけど、万が一の時に安心かなと思うのが、はい、いいと思います。前の S4 です。あ、もう最高です。かなり馬力とか加速とかもいいし、乗ってて楽しい車だなって思います。アイサイトもついてますんで、 S4 はかなり、直進安定性もいいし快適に乗れてました。家族と一緒に温泉に行ったという形です。一番最初に思い浮かぶのはやっぱりこう水平対向エンジンで、振動が少ないで乗り心地もよくって、僕の相棒ですので末永く乗っていきたいなって思ってます。今はスバルの XV に乗ってます。 B5 の C 型に乗ってた頃があるんで、その間ちょっといろんな車に乗ってから XV ですね。いや、ものすごいいいですよ。いや、もう本当に他の車が乗れなくなるぐらいいいですね。あ、しょっちゅうです、ね、
もう後ろの座席がもう愛犬専用になってますんで、主にドッグラン巡りをしてるので、あちこちのドッグランには行ってて、信州の方行ったりとか、上越になるのかな、あそこら辺行った時は雪道だったんで実際に安心感があって、これから車をもし乗り続けるとするならば絶対必要なメーカーであるということですかね。スバルは最高です。Mm-hmm.